ご紹介ありがとうございます。第2部のトップバッターということで、経済産業省の取り組み、そして TCFD 全体の動向ということでお話をさせていただきたいと思います。経済産業省の小川でございます。では、ページめくりいただいてですね、TCFD の動向ということで、2ページから、お話をさせていただきたいというふうに思います。この TCFD とはというところなんですけれども、G20 からの要請を受けて、金融安定理事会が2015年に設置をした民間主導のタスクフォース、気候関連財務情報開示のタスクフォースということでございます。このタスクフォースは、マイケル・ブルームバーグさんが議長ということで、32人のメンバーがいるんですけれども、その中から2名は日本の産業界、そして金融界からも入りいただいて、意見を入れているということでございます。この TCFD の、概要なんですけれども、大きく4つの柱がございまして、ガバナンス、戦略、リスク管理、指標、目標というふうになってますけれども、こちらは2017年6月にまとめられた提言、この中で、明示されている内容になっています。最後にもし時間があれば、最近の状況もご紹介したいと思っているんですけれども、この提言というのは、皆さんが TCFD 開示といったときに最も参照いただく、バイブルのようなものということなんですけれども、この提言をさらに詳細なものを書き込んだ別冊のガイダンスというものを TCFD の事務局の方で策定をしていまして、これの改訂版というものを10月の14日に出されたばかりということです。また、 TCFD 事務局さんの方では年次でステータスレポートを出していらっしゃいまして、こちらでも年次で新しい情報、今最近の取り組み動向ですとか、各国の進捗、新しい課題、こういったものをアップデートされているということです。で、この新たに改定をされたガイダンスの中では、戦略と指標と目標、この部分について、さらに書き込みをされたり、新しい議論を追加されているということですので、この2つの分野で特に議論が進行しているというふうにご理解いただければと思います。では、次のページお願いいたします。この TCFD の提言なんですけれども、これは任意で、ボランタリーにこの TCFD の開示をやっていきましょうということが、提言の中でもはっきりと書かれています。他方で、気候変動に対する関心が非常に高まっていて、より開示を進めていただくために、これを義務化していくべきだという動きもございます。具体的には、イギリスなんかが先導して、こういった声掛けをしているということなんですけれども、もちろん日本でもですね、開示を拡大していきたいという思いは同じです。ですので、プライム市場、これは JPX で来年の4月から開始をする、プライム市場ですけれども、この上場企業については事実上義務化をお願いしていくということを、制度設計として、行っております。具体的には今年の6月にですね、このコーポレートガバナンスコードはすでに改定をされていて、4月開始のプライム市場では TCFD 開示、あるいはそれと同等の枠組みに基づく開示を行っていただくことで、開示の質と量を高めていきましょうという書き方になっています。このコーポレートガバナンスコードで、この規定をしていくということですので、コンプライオエクスプレインベースでの取り組みということになりますけれども、これはイギリスも同様でして、こういった形での、実質的な義務化という位置づけにしています。次のページお願いいたします。TCFD の賛同機関数なんですけれども、世界で、これは10月15日時点ですけども、2500を超えていて、日本でも523機関ということです。日本の特徴はですね、まず賛同機関数が世界一です。それから、非金融セクターでの賛同数が多いと。ここなんですけど、イギリスですとかアメリカ、このグラフを見ていただくと、金融機関が非常に多くなっています。というのは、TCFD はもともとこの FSB が主導してきたといった歴史的な経緯もあって、金融機関が推し進めているというのが欧米でありがちな傾向になっているんですけれども、企業中心になってきているというのは、日本で、経済産業省もそうですし、コンソーシアムだったりという形で、企業の皆さんにですね、この気候変動の開示の重要性というのを広く認識していただいている、その結果だなというふうに思っていますし、世界でもまた義務化が進んでいく中で、企業の開示数というのはどんどん増えていくのかなというふうに思っているところです。では、次ページ以降で、TCFD コンソーシアムの活動についてご紹介をしたいと思います。
では6ページお願いできますでしょうか。TCFD のコンソーシアム、これは日本独自のアプローチになっています。多数の賛同者を支えているというその母体にもなっているものでございます。まずですね、この TCFD 研究会という経産省での取り組みをご紹介したいんですけれども、全体像としてですね、 ESG の投資といったものが増えている、それから TCFD 含めて情報開示が非常に重要だという議論が進んでいったという中で、この TCFD の最終提言が2017年6月に出されたというところで、日本でこれをどのように受け止めていったらいいのか、これ気候変動というのは企業にとって、概して負担になる部分もあろうではあるけれども、やはり情報開示というのは非常に重要なことであるし、前向きにこの気候変動を捉えて技術を進め革新させていったり、ご説明していくことも重要。特に日本の企業の場合、いろいろと取り組んでいるのに開示だけがきちんとできていなくって理解が進まないというところも、対外的な理解が十分に得られないというところもあり得るかということで、こういった問題意識を持った TCFD 研究会を設置をいたしました。こちらでの議論を踏まえて、TCFD 提言の解説書を作っていこうということで、日本のガイダンスを2018年末に作ったということです。では次のページお願いします。TCFD コンソーシアムなんですが、この研究会の流れを受けての活動ということで、民間主導のコンソーシアムを設立しました。ここで我々の関わりなんですけれども、環境省さん、それから金融庁さんと一緒にオブザーバーという形で引き続き官民一体の取り組みをしているということです。8ページでですね、 TCFD コンソーシアムの主な活動のところをご紹介をさせてください。8ページ目でございます通り、2つの方向性があります。1つはですね、ガイダンスを拡充していくということです。これは経産省で策定をした TCFD ガイダンスを改定したり、それからコンソーシアム自身でグリーン投資ガイダンスというものを作って、さらに更新していたりといったことをしています。でもう一つの柱としては、このコンソーシアムの中での議論を踏まえて、問題提起だったり、その意見発信をしていくということです。大概このコンソーシアムの外でですね、いろいろな議論が当然繰り広げられていて、コーポレートガバナンスコードの改定であったり、 TCFD の事務局でのガイダンスの策定であったり、こういったもののパブリックコメントに対しても意見を出していくという形で、日本で蓄積した議論であったり経験というものを外にもご紹介をし、それを踏まえた意識、問題意識をお示ししていくということです。では9ページで TCFD ガイダンスについてご紹介をいたします。こちら2020年7月に 2.0 という形でアップデートをしたバージョンでご説明をしたいんですけれども、この TCFD ガイダンスの大きなコンセプトは環境と成長の好循環ということで、これは経産省の研究会で策定したガイダンスから追っているテーマです。つまりですね、企業はこの情報開示を通じて、リスクであるとかオポチュニティ、両方についてきちんと認識をし、分析をした上で、その開示を行うということによって、投資家から資金を得て、この資金をもとに新たな技術を導入したり、サービスを展開するということで、それが環境のために役立つ、つまり排出削減に役立つという良い循環をもたらしていく。それをそのための基盤として開示があるんですよということになっています。10ページで特にこのガイダンスの中の特徴みたいなものをお知らせしたいんですけれども、業種別のガイダンスというものも作っています。10ページですね。例えばですね、科学の分野でお話をすると、科学産業として作っている商品、これが環境の、排出削減効果があるような製品、こういったものもあるんですけれども、これについては化学業界自身の削減になるわけではないが、他分野では削減貢献があるということで、こういった削減貢献という考え方であったり、化学分野の場合は、ネットゼロになる、排出がゼロになるですね、技術も今研究開発中です。ですので、そういったところに対する、説明、それから、業界自体、企業単体だけではなくて、サプライチェーン全体で排出を管理していくというマネジメントの考え方、
こういったものをお示しすることで、この業界にフィットした開示であったり、戦略であったり、こういったところを投資家にも見てほしいよといったところを、しっかり入れていくという形で、このガイダンスが参照できるようにという作りにしています。ここはガイダンスの 2.0 を作ったときにですね、アップデートした際にさらに分野を追加していて、食品、銀行、性、損保の4分野を追加したんですが、食品分野を追加するにあたっては、農水省さんのご協力をいただいて、策定をしました。こちらについては、講演6のところでお話をいただけると思っています。また、このガイダンスとは別途ですね、国交省さんが不動産分野の DCFD 対応ガイダンスを作っておられて、こちらはコンソーシアムでも議論をしたという形で連携をしています。こちらについても、後ほどご紹介があると思っています。またですね、事例集ということで、国内外の事情、事例をですね、ご紹介するということで、さらなるその開示を、どう改良していったらいいのかというヒントにもなるといった、情報を盛り込んでいます。次に11ページでですね、グリーン投資ガイダンスをご紹介します。こちらも、すでに 2.0 ということで、今年の10月にアップデートしたばかりなんですが、グリーン投資ガイダンスというのは、企業が開示した情報内容、これを投資家がいかに読み解くべきかということを、お伝えするためのガイダンスになっています。で、ここで、重要なコンセプトは、企業価値を向上させるための、建設的な会話を企業と金融機関の中でやっていきましょう。エンゲージメントが重要ですよというところです。で、その上で、最新版、今年の10月発表したバージョンでは、フォロームという形で、最近のこの気候変動開示にまつわるトピックをご紹介しているということでして、特に改定の中で、強化したところは、皆さんこうカーボンニュートラルの宣言なんかもされているので、これを実現するためのトランジションであるとかイノベーションの重要性、そして、それを実行していくために、エンゲージメントをさらに強化していく必要があるんですよという視点、そして開示の進展に関して言うと、インターナルカーボンプライシングを活用したり、スコープ3が重要だというところの確認、こういったものも言及をしているという内容になっています。10ページは詳細なので、今日はスキップさせていただいて、次に TCFD サミットのご紹介をしたいと思います。14ページ目になりますけれども、まずこのサミットですね、TCFD コンソーシアムで、実際その開示を進めていくためのいろいろなお手伝いをしているわけなんですが、経産省として、この DCFD サミットという国際的な議論の場を持つことによって、日本での議論を海外にも発信し、我々の問題意識をお伝えするという場として捉えています。こちら2021年でまず第3回目になるサミットでして、まず一つ目の、論点としては、これまでこの3回目の中で議論を深めてきたという要素があって、もう一つ横串でですね、この気候関連の開示であるとか投資の分野だけではなくって、環境とエネルギー、その分野にまたがるたくさんの会議をですね、経産省で8つ同じ時期に開催をして、この総合的にですね、いろいろな取り組みを重ね合わせることによって、カーボンニュートラルだったり、世界全体でのカーボンニュートラルを進めていっていくという方向についてのその活動をきちんとお伝えしていくという場として捉えているということでございます。ですので、この8つ揃えて、東京ビヨンドゼロウィークという形で、取り組んでいるというところもお知りおきいただければと思いました。次に15ページでですね、これ TCFD サミットのご紹介をしたいなというふうに思うんですけれども、10月5日に開催をした TCFD サミットということで、参加登録をいただいたのが3600名ということで、年々ご視聴いただいている方も増えています。ハイブリッドで開催を今年させていただいています。参加をいただいたのはですね、この TCFD の生みの親と言ってもいいかと思うんですが、当時その FSB の理事長をやっていたマーク・カーニーさんですとか、TCFD 事務局のメアリー・シャピロさん、それから日銀の黒田総裁、経団連の徳倉会長、いった方々にですね、スピーチをいただいたという形で、議論を行いました。
その中の議論で非常に重要だなというところをご紹介させていただくと、投資家のコミットメントというものが非常に重要で、これがカーボンニュートラルに向けて非常にインパクトをもたらすものということなんですけれども、やはりその特に欧州の投資家となどはこうダイベストメントに偏りがちという中で、そうではなくってエンゲージしていくことによって企業と投資家が一緒に取り組んでいくということが非常に重要だねということをこの場でまた確認をさせていただきました。またトランジションということが非常に重要だなというふうに経産省として思っているわけなんですけれども、日本だけではなくって化石燃料に依存度が高いアジアの国々においてもこのトランジションファイナンスというのが重要で、これを実施する上でですね、この TCFD 開示というものがまずその基盤になってくるということもございますので、そういった側面でも開示が重要であるし、ここに積極的に取り組んでいくべきだということで、トッププレイヤー その欧州企業であったり、日本の企業も頑張っておられる中で、それ以外にも裾野をどんどん広げていくことの重要性といったところも議論をされたということでございます。駆け足になりましたけれども、私からのお話はここまでとさせていただきたいと思います。ありがとうございました。